共有、曲に入れたりとか、それを頑張る。圧倒的な扱いやすさ、ここなりのテストで書きます。こう流行りってないのかな、軽くなってくるのかな、ブルースタイルとか、僕のハサミでそう感じてます。あ、これいけるかも。ディモ&スタイリストの朝倉一馬です。メモリーズ銀座のオーナースタイリストの渡来俊彦です。ローマ表参道店長の高橋光平です。アーミグループの新宿の店舗のJoyMeByArmでスタイリストをやらせてもらってる羽田博夢です。羽田さんとも話してたんですけど、なんか最近 TikTok もやり始めて、なんかインスタからのお客さんがほとんどだったんですけど、僕の世代って結構上世代がやっぱ3、40代が多かったんですけど、なんか最近来る TikTok 見てきた人がすごい若い人が多くて、で羽田さんと話してたのがこれからちょっと若い世代が移行してるっていう話だったりね、はい、ありそうな気がする。逆にインスタの新規の初めて来てくださる方がちょっと、まあ、僕エリア変わったっていうのもあるかもしれないですけど、ちょっと上が増えましたね、うん、今日も55歳のご新規の方が来てくれたりとかしてるので。あと多分 TikTok の中でも多分美容業じゃなくて、多分ちょっと収入がある人に向けての多分発信が多い気がするね、うん、飲食とあと賃貸がかな、よく俺面白いから見てるんだけどってことは多分若い子からちょっと上の世代に向けても発信がやっぱ増えてるってなると、イコール見てる人たちがその世代ってなってがメインになってきてるんだったら、なんか美容室を選んでる人たちも少なからず一定数いるのかなって思って、まあ、TikTok には僕もちょっと手をつけたりとかはしてますね。でもインスタも最初思えば朝倉さんとかもそうだと思うんですけど、結構若い子がメインで来てませんし。確かにで合わせてくれた感じです。最初僕とかも本当同い年の20歳前後の子が来てて、23年経っていくうちにだんだんこう、まあ、自分の年齢が上がっていくのもあるんですけど、だんだん上の層が来てって言って、だからまあ同じようにその TikTok も最初は若い子に向けて発信したいけど、だんだん上が上がっていくっていうのは、まあ、SNS あるあるというか、そういうとこなのかなと思うんですけど、インスタがもう割と飽和しちゃってるところはあるかもしれないから、そうですね、まあ、発信の仕方はいろいろ多分新しいのって絶対その都度その都度出てくると思うし。その時旬な発信の仕方みたいなのはあると思うけどね、それに対応しながらいくのか、まあ、どうなのかとか、新しいものに手をつけるのかとか、まあ、多分一人一人のブランディングの違いなのかなとは思うしね。なんかあと僕最近カウンセリング動画すごいやってて、それが今バズって、ちょうど昨日250人ぐらい増えたんですけど、なんか結構やっぱリアルを求めてるのかなっていう感じがすごいして、なんかそのオンラインサロン生の人に「あれ台本あるんですか?」とか言われたんですけど、全くないんですね。でも本当ぶっつけ本番でお客様にも撮らせてもらっていいですかって了承いただいた方だけ撮ってるんですけど、でもお客さん来てくれたお客様もやっぱり僕の雰囲気が分かってたり、声とかお店の雰囲気とかが分かってるんで、なんかより来店しやすい、結構ハードル高めの方って多いと思うんですけど、なんかより SNS にあることによってなんか近くなってきてるのかな、距離感が。カウンセリング動画すごいですよね。みんなやってますよね。でもやっぱリアルを求めてるのかなっていうのは、すごいなんか以前もこうお客様のビフォーアフターとかを乗っけてた時の方がお客さんの数が来てたなっていうのが正直あるんですけど、なんかいろいろなんかその悩みに対してとか、どれだけこの人が解決できるのかなっていうところが、まあ、そういう部分でなんか信用みたいなのを得て。来店動機につながるのかなっていうのもあるんですけど、逆にその作品撮りだけをしてきてるっていう人がどうやって呼んでるのかがあんまり分かんなくて、朝倉さんとかもお客様スタイルですもんね。自分のそのテイストを作品に投影して、どんなお客さんを呼びたいかっていうのは伝えてるかもしれない。やっぱそういうデザインサロンモデルさんを呼んで、それでそのお客さんが来てほしいから、やっぱヘアデザイン、可愛いデザインを発信する上で、じゃあ洋服は何をしようかなとか、メイク、あと髪型とかを、ペルソナはやっぱしっかりちゃんと持った上でやってるのが多いかもしれない。やっぱもう全てすごい細かく、年齢層とかあとテイストとか以外にもどんなバッグを持ってて普段休みはどこに行ってて、うん、っていうのを事細かく説明して深掘りしてじゃあそんな人はどんな髪色とか、うん、どんな髪型とかっていうのをちゃんとそれをデザインに落とし込んでることが結構やっぱ多いかもしれない。ヘアデザインとかでそういう一つのアカウントを作ってるやり方というのは、まあ、多分それは絶対基本だと思う。うん感じでいきましょうかね。浩平君にしたいんですけど、はい、多分今原宿のエリアで、はい、竹下の裏のところで働いてた時と、はい、表参道の時でなんか変わったこととか変えたこととかってありますか？僕も表参道、渋谷原宿かでこう回っていった時にあんまりそのなんていうんですかね、来る感じが変わんなかったんですよね。だからまあ本当にこの発信がしっかりできてればその場所がどこであろうと来る人は来るのかなっていうのがあるので、芯をぶらさない。そうですねあんま得意じゃないことやっても多分良くないかなっていうのがあるので、朝倉さんにとってのなんていうんですかね、ショートヘアのデザインって昔と今とで大きく変わったところって何かありますか？ないより繊細に慣れてるっていうだけです。すぐにうまくできないんですよ、何事も。なんで鍛錬でその昔やってたこうしたいなをより今昔よりは今のが繊細にかつなんていうの完成度高くやれてるような気はしてるっていうだけです。だから昔から変えたことって別に正直そんなにないんですけど、まあそのハサミの入れ方、レザーの入れ方だったり、お客さんの気持ちだったり、そういうのがちょっとずつ前に進んでるかなっていうぐらいな感じですかね。大きくは僕の中では変えてないかもしれないです。とんでもない数のご新規が多分朝倉さんのところにこう来てたと思うんですよね。と多分今って結構分散して落ち着いてるっていうのは正直あると思うんで。なんかそこの分散してないな。分散してないですか？顧客の人が中心に新規がちらほらっていう感じになったんで、なんかそこのこうなんていうかサロンワークの仕方だったりとも、なんか発信の仕方からすると、はい、今結構変えてるのかなっていうのがあるんで、それでなんか切り方もなんか僕も見て繊細な感じになってるなって思ったんで、よりなんか本当に1ミリとか1本にこだわるようなカットなのかなっていうのがあって。言われてみると変わった気がします。多分単純に予約の人数を制限させてもらってたりとか、もう今は1日に切るカットさせてもらうお客様の人数っていうのを決めてやらせてもらってるんで、以前よりもこだわれるようになったというか、まあちょっと昔は若さ全開っていう感じですね。とにかく来てくれるので楽しかった、切ってる自分楽しいみたいなのが中心だったんですけど、それが今はもうないっていう感じですかね。落ち着いちゃったって感じですね。気持ち的にはね。はい。そこが確かに変わりました。言われて気づきました。あ、いやいや、なんか見てて変わったのかなってすごい感じたんで。教育。自分らしさ全開で伝えてるのか、人によって変えたりすることがベストなのかっていうのがなんかどうしてるのかなみたいな。サロンのビジョンによって多分そこの教育の仕方ってすごい変わってくると思うんですけど、従来の職人気質なサロンだとやっぱりそれを伝えるのって結構難しいと思うんですよ。ってことは多分その店舗展開がなかなかできなくなってくるっていうとこと。うちでいうと10年で5店舗って目標があったんで、ある程度マニュアル化しないとみんなのその教育の水準っていうのを上げられないから、もう全部をチェック項目作ってで全部動画に撮ってでチェックシートみたいに作って、である程度そこで誰が見ても誰がやっても採点できるっていうようなシステムにしたんですけど、時間と信頼を後輩から得ること、時間を与える自分、与えれる自分と信頼を後輩からもらえる自分作りは、なんかまず時間は気にかけてあげることから始まるかなって、もうなんかちらっと一人で練習してるところに自分が話しかけてあげることとかを積み重ねていったり、サロンワークだといろんなことを教えてあげたり、時には人によってはもうあえて無茶ぶりしたりとか、自分が責任取れる範囲でとかをやったりすれば、多分なんだろう、これだけ自分のことを見てくれてるんだっていうことが言葉で言わなくても伝わるかなって思います。やっぱ自分からその後輩から信頼してもらえるような動きはやっぱりアクションを起こすかな。飯食いに行くとかしたらなんか究極どんな伝え方をしても多分後輩は分かってくれる。あとは自分の行動、私生活の行動がやっぱり人だから見てるから、頭もいいし、後輩は先輩の行動絶対見てるし、やっぱそれがやっぱあればどんな伝え方をしたとしてもちゃんと分かってくれるし、受け入れてくれてちゃんと実行してくれるのかな。僕結構そうカンブリア宮殿とかそういうのがすごい好きなんですよ。でなかなか美容師やってるとなんか美容師さん目線とかになりやすいと思うんですけど、そういうなんか外部の会社は社会のためにこうやってます、会社は何のためにやるとか、なんか今どういうご時世でとか、なんかそういうのをこう見せることによってちょっとこう他の目線から見て、でこれを美容室に例えるとこうだよとかっていう説明をして、メンタル的なところからちょっとこう社会人の方に、ちょっと美容師さんよりっていうよりは社会人よりの同じようなメンタルを教育してます。その後輩に自分のショートだったりショートボブとか教える時に伝え方のその後輩教育に対してこの伝え方のポイントみたいなのがあったら、さっきも言ったようにある程度こうマニュアル化しないといけないから、レザーも例えばその入れる位置は毛束の何分の何からとかっていうところをめちゃめちゃ細かく噛み砕いて、かつシンプルで分かりやすくみたいな、8:2ぐらいですかね、8割理論の感覚にみたいな感じで、難しい言葉を使わない、あと早いっていうところかな。あと工程を4ステップぐらいかもしれない、カット構成はぐらいな感じでできる限り簡略化して伝えたら分かりやすいって思ってくれるんじゃないのかなって思ってる。4はちょっと言い過ぎだね。5、6ぐらいそれも早い。実践、はい、モデルさん呼んでもらって、まず、僕のお客さん切ってるのをもうずっと見ててもらって、それをずっとしてもらって、なんとなくイメージだけしてもらいます、僕はあんまりマニュアルチックにしたくないっていうのもあるんですけど、でその後にモデルさんを呼んでもらって、モデルさんを呼んでるのを、僕のショートの中からちょっと選んでもらったりとかして、切ってるんですけど、僕がこう切ってっていう風な切り方で全部伝えちゃうかもしれないですね。なんかあんまり理論的に僕は言葉にするのができないというかしづらいので、なのでもう教えます。こうやって入れてとか、この角度でこう引き出してっていうのをもう全部伝えた上でやるかもしれないです、僕は。はい、僕がショートを切る上でやっぱりお客様の骨格とかその毛量とか生え癖とかあるんですけど、一人一人全然違うと思うんですね。で同じ風に切っても絶対同じ風に僕はならないと思ってて、その方一人一人のしっかりこう骨格だったり髪の落ちる位置を見て切ることによって、自分の中でパターン化されて、それがどんどん引き出しになってくると思うんで、最初はやっぱりこうカリキュラムでずっと切ってる感じでショートになると思うんですけど、お客様入ってくるとそれが難しかったりすると思うんで、その方一人一人のそういうところを見てカットしていくと必ず上達すると思うんで、僕も今まだまだなんで。そこら辺を一緒に頑張っていけたらと思います。ありがとうございます。うまく伝えられないので、もしわからない方、僕のアカウントに DM ください。僕自身すごいお客さんがつかない時期を長く、過ごしてました。で、いろいろその時代に合わせた上で発信する場所はすごい変わるかもしれないんですけど、今後も絶対変わってくると思います。自分っていう存在をこうブランディングとして発信する場所は。だけどそれに踊らされないことを、重要にしてください。一番に大事にしなきゃいけないことは、たった一人でも予約表に入ってるんだったら、その一人のお客さんからまず、可愛くすること。そのためには自分はどうするかを考えて、今後もコツコツ積み重ねていた結果、自分の目標とか夢にも近づける、近道になるかと思いますので、まず目の前のお客様から回復していくように頑張っていきましょう。まあ、美容師って本当に難しい仕事だと思うんですけど、うまくいかないこととかがもうほとんど9割ぐらいだった僕なんですけど、まあ、たった1割そのうまく切れたとか、お客さんが笑顔になってくれたっていうところがすごいやりがいに感じて、まあ、本当にそこをちょっとずつ増やしていけたことが、まあ、今自分がこうやって楽しく美容師できてるのかなって思うので、本当に長い美容人生だと思うんですけど、一歩ずつ着実に上手くなって一緒にたくさんのお客様を幸せにできるようにやっていきましょう。ありがとうございます。